聖書を拝読します。ヨハネの黙示録 3-14-22 です。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものになるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の足を洗わさないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。私は愛するものを叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。意味のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アーメン。インマヌエル聖歌隊と西オーケストラの賛美と演奏があります。道会所先生の営業説教、ヨハネの黙示録公開29回目、ラオデキア教会3回目、7つの教会の整理のメッセージを聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝を捧げているすべての生徒の皆さん、視聴者の皆さん、マタイ5-3に、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからですとあります。心が貧しくなった時、人は低くなってへり下るので、神様を探す心にもなり、神様に頼ろうとする飢え渇いた心にもなるのです。しかし心の富んでいる人は、高ぶり、自尊心、利己心、欲などで心がぎっしりなので、神様を探そうとする心がありません。むしろ心に世のものをもっと満たそうとだけするようになります。どころで初めは心が貧しい状態で信仰生活を始めたのに、時間が過ぎるほどますます以前に戻ってまた心が飛んでいく場合があります。心が真理で満たされて豊かになったのではなく、抑えておいた肉の心が息を吹き返し、それがまた高くなってしま、心がまた高くなってしまったのです。特に富と名誉と権力などを持つと、自分では私は豊かだと思って、信仰がますます肉の信仰に変わってしまう場合があります。信仰生活はしているつもりでも、実は真理を慕う乾きもなく、祈りもだんだん休んで、ついにしないようになり、霊的なことを慕う心もなくなっていきます。もう信仰によって行うのではなく、形式的な行いだけあるし、神様と神様の働きより、自分自身と世のことが優先になります。今日の本文では、こんな人々が、自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もない、と言っているのです。しかし実は彼らは豊かなのではなく、かえって惨めで哀れで貧しく盲目で裸のものであることを知らなければなりません。精霊が埋めかれるので魂が悩んでも、すでに自分では悟れないでいて、そのままでは結局救いからも遠ざかるようになるので、哀れだと言うしかありません。この地上でいくら多く思っていても、いざ天国には何も蓄えたものがないので、実は貧しいもので、霊の世界や霊的なことについて見ることも悟ることもできないので盲目なのです。
花婿なる死を迎えて天国に入るための花嫁の備えもできていないので、花嫁として礼服も用意していない裸のものと同じです。主はこんな人々に火で精錬された金を買って豊かになり、裸の恥を表さないために着る白い衣を買い、また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさいと言われます。これらの御言葉の霊的な意味は前回説明しました。ところで主がこのように解決策までくださったのに、そのお言葉に耳を傾けないなら、主のさらに厳しい非難と懲らしめが伴います。しかしこれも結局は父なる神様の愛なのです。19節に、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいとありますが、この御言葉には神様が懲らしめる理由と目的がよく表れています。愛するがゆえに懲らしめるのであって、その目的は結局懲らしめを通して悔い改めて熱心にならせるためです。救ってくださるためなのです。ヘブル 12-6-8 に、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである、訓練と思って耐え忍びなさい、神はあなたを子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。とあるように、神様が子供たちを懲らしめるのもその子供たちを愛するからです。子供が罪を犯したのに、それに対して何も叱ったり懲らしめたりしないなら、子供は自分の過ちが悟れずに、だんだんもっと深い罪に陥って、結局は罪から来る報酬は死という霊の世界の法則によって死に向かうしかないでしょう。ですから、愛する子供を懲らしめてでも、その子を正しい道に導くのが、子供を愛する親の心です。このように肉の親でも、子供が間違った道に行くのを見るとき、本当に子供を愛するなら、ただかばうばかりでなく、正確に過ちを教えて悟らせ、懲らしめてでも立ち返らせるでしょう。同じように父なる神様も子供たちを愛しておられるので、時には懲らしめという方法を用いられるのです。このような神様の愛を心から感じるべきであり、懲らしめを通してもこのような愛を感じる人は結局悔い改めて立ち返って変えられるのです。反対に懲らしめられても何の悟りもないなら、神様が懲らしめる理由がありません。ですから次は、過ちを犯しても懲らしめさえやってこなくなります。過ちを犯しても懲らしめがないなら、その人は捨てられた子と変わりません。クリスチャンだという人が御言葉通りに生きられなくて罪を犯していくのに、成功して懲らしめもないなら、これは神様から顔を背けられたということです。こんな状態になるなら、これより不幸はないということを悟らなければなりません。ですから神様が愛する子供ならば、その人が道を迷い出た時、死生児のように放っておかれるのではなく、当然愛の鞭を加えられるのであって、これが懲らしめられた本人にも祝福なのです。懲らしめはその時は怖くて恐ろしいかもしれなくても、この懲らしめがなかったら私はどうなっていただろうと思うなら、かえって懲らしめを通して神様の愛が感じられるのです。そうするとき、速やかに迷いの道から立ち返って、その時からは真理の人生を送るために
熱心に努力していけます。神様もこのように変えられた姿をご覧になるときどれほど喜ばれるでしょうか。ですからその時は懲らしめられても、それを心に刻み災い転じて福となす機会にするなら、かえって懲らしめを通してその後からは神様の愛をさらに心深く感じて走っていけるのです。だからといって必ずしも懲らしめられる時までずっとさまよい続けなさいということではありません。父なる神様は懲らしめる前にすでに多くの機会を与えられます。悔い改めて立ち返るように機会をくださいます。御言葉で悟らせもし進めもし、叱責してでも悔い改められる機会をくださるのです。多くの方が祈りを受けに来られますが、重い病気の方が悔い改める内容はほとんど、使命を果たせなかったとか、祈らなかった、安息日を守らなかった、肉の行いをしたなどです。講談でそうしてはいけない、神様が御顔を背けられて守ってくださらないとあれほど言ったのに、神様は愛の方ですが公義の神様でもあるので、公義に反することについては愛なる神様でもどうすることもできないと講談でいつも教えたのに、それを聞き流してしまって後で重い病気にかかったり大きい問題が起きたら、その時になって祈りを受けに来て悔い改めるのです。神様が多くの機会をくださったのに、御言葉に聞き従わないで自分勝手に世を愛していて、重い病気にかかったら今になってきて悔い改めると言いますが、もう手遅れのケースもあります。神様が定めておかれた命の限界線を超えてしまえば働くことがおできにならないのです。何度も説明しましたが、肉の命にも限界線があるのです。それを超えてしまえば神様も働くことがおできにならないと開拓の時から言われました。だからリバイバル政界の時もそういうケースは病人登録を受け付けないのです。このように限界というものがあると言っても、ある方はよりによってすでに病院で余命宣告を受けた人を伝道して連れてきますが、私にどうしろというのでしょうか。でも感謝なことは、ここにいる皆さんの中にも病院で余命宣告を受けたのに私のところに来て祈りを受けて癒されて信仰生活を正しくしていて、今は働き人長老牧師になった方もたくさんおられますね。御言葉で悟らせもし進めもし、叱責してでも悔い改められる機会をくださるのです。この時少しでも早く悟って悔い改めて立ち返るならいいでしょうが、ひょっとしてそうできなくて懲らしめが望んだとしても、それさえ神様の愛であることを悟って、それからは本当に心から悔い改めて立ち返らなければならないのです。それで失った神様との信頼関係も取り戻して、天の御国にも再び報いを蓄えていかなければなりません。次の20節に、いよ私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするとあります。この御言葉は今まで非難ばかりされていたラオデキア教会がそれでも希望を持てるようにしてくださる約束の御言葉です。今までは生ぬるい信仰生活のため霊的な深い眠りに陥っていたが、今からでも主の御声を聞いて目を覚ましなさいということです。まず主が戸の外に立って叩くとは、皆さん家には玄関があって部屋のドアもありますね。
なら、実際、皆さんの家の外で玄関ドアを叩かれる主の御声を聞いて受け入れましたか？いいえ。主が戸の外に立って叩くとは、主が真理の御言葉で皆さんの思いを叩かれるという意味です。まず玄関を開けて家の中に入ってこそ部屋に入ることができるのです。つまり、まず思いの戸を開けなければならないのです。だから主が思いを叩かれるのです。私たちが御言葉を聞いたときは、これを心に入れて糧とすべきです。そのためには、まず真理の御言葉が思いの戸を通って入ってこなければなりません。そして次に、心の戸を通って心の中に入ってこなければなりません。まるで部屋の中に入るときも、まずは玄関を通って、次に部屋のドアを通らなければならないようなものです。したがって皆さんが御言葉を聞くときは、たとえ自分の思いと知識に合わなくても、まず思いの戸を開けて、アーメンと受け入れなければなりません。真理と反対のものの中で長い歳月を生きてきた人が突然真理の御言葉を聞くなら、自分の思いと知識またはスタイルと価値観に合わない御言葉もあるでしょう。ですが、一旦は思いの戸を開けて御言葉を受け入れ、次に心の戸も大きく開いて、その御言葉を心に入れなければなりません。このようにすれば、だんだん御言葉通りに守り行えるようになります。これを指して、主と共に食事をするというのです。しかし、思いの戸を開けて御言葉を受け入れたとしても、いざというと重要な心の戸を開けなければ、御言葉が頭に知識としてだけ残るのです。そういう方がたくさんいます。主が戸を叩かれるから玄関は開けて家に上がっていただいたのに、部屋には入れないのです。なら、けしからんことではありませんか？創造主の神様について、救い主イエス様について聞いて知っているのに、自分を救ってくださるために、自分の罪を贖うために苦しみを受けられた主について聞いて知っているのに、家には上がっていただいたのに部屋には入れないのです。つまり思いの戸だけ開けて心の戸は開けないのです。御言葉も暗唱したりして知識としては知っていても、心には留めないのです。すると心の割礼もできないし、心が霊に変えられるのに何の役にも立たないのです。これが知識的な信仰、行いが伴わない死んだ信仰で、こんな信仰では結局生ぬるい信仰にとどまるのです。長い歳月信仰生活をして聞いて知っている御言葉は多くても、行いを通して心が霊に変えられていないので、信じられる霊の信仰も与えられず、教会を行ったり来たりだけする姿になってしまいます。ところで主はいくら力があっても人の心の戸を無理やり開けられるのではありません。それは公義に合わないからです。神様が人の心を無理やり開けて霊の信仰を持たせるなら、この世に救われない人はいないし、新しいエルサレムに入れない人もいないでしょうが、それは公義に従って行われる人間工作ではありません。初めから霊の信仰の子供に作ったなら、人間工作をする必要がないでしょう。でも神様は人間工作を通して誠の子供を得たいと思っておられるのです。強いられてではなくて、心から湧き上がって自由意志を持って本当に神様を愛する誠の子供を得るために、こうやって人間工作をなさってこられたのです。
神様は人に自由意志をくださり、自ら進んで神様を信じて愛する誠の子供を得たいと望んでおられるのです。したがって主は皆さんの思いの戸と心の戸をたびたび叩かれますが、その門を開けるのは皆さん自身です。神様を愛する人ならば、当然心の戸まで大きく開いて、主と共に食事をすることで真理の御言葉通り生きていくのです。皆さん、礼儀正しい客は主人が玄関を開けてくれてこそ家に上がるし、部屋のドアを開けてくれないければ勝手に入らないのです。主もそうです。でも開けてあげなくても入る人がいます。誰でしょうか。強盗、泥棒はこっそり忍び込むのです。強盗、泥棒だから。でも主は私たちが戸を開けなければお入りにならないのです。そしてこのように心の戸を開いて真理の御言葉を受けて守りを行って、主と共に食事をする人はこの世に勝ち、敵である悪魔サタンに勝てるのです。また今からでも心の戸を開いて主の警告を受け入れ、立ち返って悔い改めた人もやはり勝利を得るものになります。主はこのような人々に21節で、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう、それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じであると言われます。死の力を打ち破って神様の御座の右に就かれた主のように、最後まで勝利を得る者も救われる座に就かせるということです。主はラオデキア教会に非難だけされましたが、彼らが今からでも悔い改めて立ち返る時は、このように救いの道が開かれていることを言われたのです。救いの箱舟の戸が完全に閉まるまでには、それでもまだ機会があるので、主は最後の瞬間までこのようにもどかしい心で呼びかけておられるのです。生徒の皆さん、私たちは勝利を得るものになるものの、最後まで勝利を得なければなりません。イエス様が歩まれた狭い道を最後まで変わらずに、感謝と喜びと愛を持って歩んだ時だけ、終わりの日、主が来られる時に栄光を共に受ける座に着くことができます。しかしある人々は勝利を得ているようなのに中途で諦めて、結局は祝福と栄光に共に預かれないのが見られます。皆さんの中には一人もこのような方がいてはなりません。主がラオデキア教会にくださった御言葉が、聖霊様が耳のある者にくださる御言葉であることを悟って、もう一度自分の信仰をチェックして、ひょっとしてでも生ぬるい信仰になっていたなら、今からでも悔い改めて立ち返りますように、そして勝利を得る者の隊列に預かって、それもどうせならもっと前の方に出てきて、主の御座の近くに共にいる皆さんになりますよう、主の御名によって祈ります。愛する生徒の皆さん、今日で7つの教会への御言葉が終わります。7つの教会への御言葉は、皆さんの信仰をチェックできるとても重要な御言葉です。しかも主が来られる時がいよいよ近づいたこの時に目を覚ましているために必要な御言葉です。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいとあるように、今は多くの教会と生徒が自分を顧みるべき時です。霊的に眠っていたなら、今からでも目を覚ます時であり、世からさらに自分を守るべき時です。今日の教会と主のしもべは、この御声を聞かなければなりません。牧会は人の方法ではなくて、
神様が、主が、聖霊様がなさるようにしなければなりません。聖書の御言葉に照らして、自分が聖徒を天国に正しく導いているのか、深く顧みてください。主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではないとか、信じる者にはどんなことでもできるという御言葉の意味は何か、信じる人々には印が伴いますとあるのに、なぜ自分には印が伴わないのかなどをじっくり考えてみなければ、聖書は誠だから、信じる人々には次のような印が伴いますとあるなら、その通りになるべきで、蛇をもつかみ、悪霊を追い出し、病人に手を置けば癒されますとあるのに、なぜそうできないのか。聖書に、信じる人々には印が伴いますとあるのに、なぜ自分には伴わないのか。御言葉に、信じる者にはどんなことでもできるとあるのに、なぜ自分にはできないことがたくさんあるし、祈っても答えがないし、教会がリバイバルしないのか。万軍の神様が、私は主、あなたを癒し者であると言われたのに、なぜ神様に癒されないで世に頼るのかなど、なぜそう教えるしかないのか、考えなければならないでしょう。ある教会を裁いてもいけないし、なぜ人をそしるのでしょうか。すると自分はたくさんの罪を犯しているのだと悟ってください。自分が見て聞いたのでもないのに裁くなら罪ではありませんか。妬んで裁いて罪に定めること、憎むことも全部罪です。聖書のあちこちに書いてありますね。クリスチャンだと言っていた自分の信仰をもう一度チェックするべき時であり、御言葉で自分を変えさせて花嫁の備えをしていくべきです。主が7つの教会にくださった御言葉は、特に今日この世に存在する数多くの教会にしばしば現れるいろいろな問題について、指摘と勧めと非難と教訓を与えています。従ってこの御言葉を通して、それぞれの教会が何のために指摘されて非難され、また何のために称賛されたのかを悟るなら、主がご覧になってふさわしい信仰を持つ教会と生徒になれるのです。どんな教会が神様の望んでおられる誠の教会で、どんな生徒が主が望んでおられる誠の生徒なのかを悟り、そのように変えられなければなりません。エペソ教会は、御言葉に従って生きることに努め、真理に逆らうことは捨て、使命もよく果たしながら、互いに愛し合って熱心に集まる教会でした。こんな教会だったのに、主から初めの愛を捨てたことを非難されました。皆さん、夫婦の間でも初めの愛を失ってしまえば、幸せな家庭作りが難しいです。恋愛していた時の愛、君がいなければ生きられないとか、君は砂漠のオアシスだとか告白してた、その初めの愛がありますね。結婚したらその愛はどうなるべきでしょうか。ますます消化しなければなりませんね。子供も産んだらもっと消化すべきで、でもその初めの愛を失ってしまうから不幸になるのです。倦怠期が来るし、互いに愛し合って、この人となら幸せになれるだろうと思って、結婚したなら、その愛はもっと消化されるべきなのに、なぜ数ヶ月しか経っていないのに倦怠期が来るとか言うのか。愛が冷めるからそうです。そして他に目が行くのです。私には倦怠期がなかったから、そういう人がよく理解できません。
昔、神様を受け入れる前は、倦怠期という言葉をよく耳にしましたが、今もその単語を使ってますね。初めの愛が冷めてしまうという意味です。万軍の主、父なる神様と救い主の愛をいただいたのに、その愛が冷めるなんて話になりますか？世では王とか大統領に寵愛されれば命を尽くして使えるのではありませんか。しかも万軍の主神様を愛して愛されたのに、人の方からその愛が冷めてしまうなんてありえるでしょうか。私はいくら考えてもありえないことだし理解できません。どうやっていただいた愛でしょうか。しかも創造主の神様の愛をいただいたのに、どうして冷めてしまうのか。初めの愛を失ったり取り戻そうとしている方々も、そして失いかけている方々も私には理解できません。私は夫婦の間でも神様との間でも初めの愛を失ったことがないから、誰かを愛すれば私の方では絶対その愛は冷めません。生徒への愛も友人との付き合いも食べ物も洋服も一度好きになったら変わらないのです。好きな食べ物は10年経っても50年経っても変わりません。もっと美味しいものがあれば食べるには食べますが、前好きだったものが嫌いになることはないのです。一度好きになったらずっと好きです。コーヒーも果物もそうだし、おかずも変わらずにキムチが好きだし、しかも万軍の主神様への愛が変わるとか、初めの愛が変わるなんてありえるでしょうか。ありえないでしょう。夫婦の間の愛も親子の間の愛も変わってはいけないのです。兄弟愛もお金のため変わってしまったりしてはいけないし、悔い改めて初めの行いをしなければ燭台までその置かれたところから取り外されることもあると言われました。このように自分なりに熱心だった教会でも、初めの愛と初めの行いから離れた時は主から非難されるしかありません。したがっていつも今現在の信仰が重要です。私は前はあんなに忠実だった、あんなに使命を果たして神様を愛していたと言っても、現在の怠惰な信仰の言い訳にはなりません。初めの愛と初めの行いから離れてもなりませんが、一瞬一瞬最善を尽くす信仰生活、いつも主に初めて出会った時のような熱い感激と心で走っていく信仰生活、このように変わらない姿になるべきです。スミルナ教会は主の皆のために多くの迫害と患難に遭わなければならなかったのですが、主はこれが結局は祝福であると言われます。どんな状況でも変わらない信仰で命尽くして忠実であった時、天の御国で与えられる大きい報いを約束しておられます。したがって皆さんは主の国のために遭う苦しみや迫害がどれほど祝福なのかを知って、喜びと感謝で走っていきますように。次にペルガモ教会は適当主義信仰とさらに進んで異端思想に染まった教会を代表して、主から非難と警告の言葉を聞きました。主を信じると言いながらもバラモのように世と共になる信仰を持っていることと、ニコライ派のように真理の御言葉を変えて異端思想に陥る教会があると言われました。
ですから真理の御言葉を正確に知って悟り、神様が望んでおられる誠の信仰生活をして、異端の聖書的な基準を正確に知って、そんなところに万が一にも惑わされてはならないことをペルガモ教会にくださった御言葉を通して悟らなければなりません。テアテラ教会も自分なりに熱心なつもりでも、実は神様の御心から離れていたので、主の非難を聞いた教会です。肉的にはいくら忠実でさらに熱心になっていくように見えても、いざ心には割礼をしないならば、それは肉の忠実に過ぎないし、神様の前に何の役にも立たないのです。そのうちにまかり間違えば、イゼベルのような偽預言者に惑わされて真理から離れてしまうこともあります。心に割礼をしないで上辺のことにだけ集中する信仰は、結局救われることも難しい空の信仰のようなものです。サルディス教会は行いのない死んだ信仰を持った教会として、主から非難された教会です。誠の信仰を持っているなら、必ず行いも伴うようになり、そのように行う時だけ主を信じて愛する証拠になるのです。フィラデルフィア教会は幼い信仰だった時から真理の御言葉を守り、はいとアーメンで従ってきた教会として、主から大きい賞賛と祝福の約束を受けた教会です。神様のすべての教会がこのフィラデルフィア教会のように行い、主から愛されて祝福されるだけでなく、天国でもたっとい栄光の座につく幸いで美しい教会にならなければなりません。ラオデキア教会は熱くない教会、それ以上熱心になろうともしないので、信仰が停滞してしまった教会を代表して主から叱られた教会です。熱心で熱かった時、主からいただいた多くの祝福を持って、さらに神様の働きのために熱心になるよりは、より多くを持つためにだんだん世と妥協していき、富と名誉と権力を追い求める姿について悟らせておられるのです。主がこんな教会と生徒たちに懲らしめまでなさることが、結局は愛であり祝福であることを悟り、今からでも悔い改めて立ち返るようにと言われます。懲らしめられる前に悔い改めて立ち返ればもっといいでしょう。子供が過ちを犯して親が懲らしめるとき、親はどれほど心が痛むでしょうか。愛する子供を懲らしめるしかないから。でもその前に子供が悔い改めて立ち返るなら、親はどれほど嬉しくて幸せでしょうか。神様に懲らしめられる前に悔い改めて立ち返ればどれほどいいでしょうか。まさか私にはと思うなら、それは大間違いです。自分が罪を犯したのに懲らしめがなければ、死生児だからです。まさか私にはと思うなら、それは自分が死生児だということです。罪を犯したら懲らしめも受けなければ。でも罪を犯さないでいつも守られるなら、どれほどいいでしょうか。このように7つの教会にくださった御言葉を通して、私たちは自分はクリスチャンのつもりだったが、果たして誠の信仰だったのか、もしかして初めの愛から離れていたのでは、これまで神様の前に死に至るまで忠実だと思っていたが、果たして霊の忠実だったのかなどがチェックできました。皆さん、断食をどんなふうにしていますか。前も説明したことがありますが、皆さんが正確に知っているのかどうかチェックしてみましょう。例えば一日断食を定めて、今日昼ご飯を食べてから断食を始めたとしましょう。普段昼ご飯を12時に食べて、晩ご飯は6時に食べるとしましょう。では12時に昼を食べてから一日断食を始めたなら、次の日の何時に食べればいいでしょうか。
次の日の午後6時ですね。それが一日断食です。ところがある方がこう言うんです。先生、昼12時から始めたから次の日の12時までではありませんか。一日は24時間だから。つまり次の日の午後3時ごろに食べてもいいと思うのです。皆さん、一日断食とは24時間ではなくて、一日に3食する人は3食を食べないで祈ることを言うのです。昼を食べてから断食を始めたなら、次の日昼を食べれば晩ご飯と朝ごはん2食しか断食してないことになるのではありませんか。3食断食なら次の日の夜食べるのです。ひょっとして2食断食したのに1日断食したと思い違いすることがないように正確にしていてください。神様を愛するなら、数時間が我慢できなくて完全な断食ができないことなんてあってはいけないでしょう。正確に知っていてください。知っていますね。そして死んだ信仰と生きている信仰、各自の行いに応じて報いる神様の講義、世と妥協する適当主義信仰と生ぬるい信仰など、今日を生きている生徒たちが一度くらいは必ず自分の信仰を照らしてみなければならない尊い教訓が得られました。各教会にくださる一言一言が、今の時代を生きていく神の子供たちにも必要な御言葉なのです。教会にも個人にもくださる御言葉です。したがって皆さんはもう一度自分の信仰をチェックしてみて、もし欠けている分野があるなら、今からでも速やかに立ち返って変えられ、多くの方が御霊の歩みに入ってきますように。父なる神様は、本教会が果たすべき大聖殿建築と世界宣教の使命が決して誰にも果たせる使命ではないことをよくご存知なので、今まで本教会と生徒たちを細やかに介入して練られ、強い教会と御霊の戦士を作ってこられました。しかし結局は備えられた御霊の人々だけが神様に用いられるのです。皆さんがいくら口で叫んで心で切に願っても、御霊の人になってこそ神様が用いられるのにふさわしい器になれるのです。これからは今とはまた違って、さらに新しい次元に導いていかれる万民の働きに預かるために、皆さんすべてがさらに固い覚悟と決断をする今日のこの時間になりますように。それで神様の栄光を表す祝福の隊列に、隊列の中に必ずいますよう、主の皆によって祈ります。聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。愛の父なる神様、今日はヨハネの黙示録29回目のメッセージを聞きました。私たちは7つの教会へくださった御言葉を通して多くを悟りました。本当の信仰だったのか、初めの愛を失ったのではないのか、霊の忠実であったのかなどを顧みました。各教会にくださった一言一言が私たちにとってはどうしても必要な御言葉です。それぞれ自分の信仰をチェックして欠けているところがあるなら、今からでも速やかに立ち返って変えられて誠の信仰を得るようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会所先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、
この時間祈りを受けるすべての生徒の家に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける地教会と施政殿、全世界の神の子どもたちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いとお互いの勢力、あらゆる試練と患難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気、病原菌、患いを裂かれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も裂かれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など、痛みは皆消えされ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど、精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命ずる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて、闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢見つかりと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。